ホコズチャンネル。皆さんこんにちは。オランダに住むのホコです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日の動画では私が取得した EU 永住権の経験からオランダで申請する永住権の特徴を5つ紹介したいと思います。私自身がオランダで永住権を申請して取得できたことで知った特徴も多いので、永住権に興味がある方やこれから申請される方のお役に立てれば嬉しいです。では早速紹介していきます。オランダで申請する永住権の特徴1つ目は永住権の種類についてです。私自身オランダで永住権を申請して結果として EU 永住権を取得したんですけど、申請時に EU 永住権なのか国内永住権なのか種類ある中でどちらがいいかと選ぶことはできません。 IND から永住権を取得できましたって連絡が来て ID のカードに書いてあったのが私の場合 EU 永住権だったので EU の永住権を取得しました。Twitter などですでに永住権を取得された方が国内永住権を取得された場合でも EU の永住権を申請されてるっていうお話も読んだことがあるので、仮に国内の永住権を取得したとしてもその後 EU 永住権の申請もできるようです。気になる方は調べてみてください。永住権の特徴2つ目が5年に1度更新があるということです。どの国も永住権と言いながら更新はあると思うんですけど、オランダの場合は5年に1度更新があります。永住権なのでついずっと住めるなって思ってしまうんですが、しっかりと更新があって ID のカードにも何年何月何日まで期限ですっていうのも書かれているので、またしっかり更新をしたいと思います。永住権の特徴3つ目は他国へ滞在する際に制限がかかるということです。例えば来年日本に行きたいとなって行けるようになったとしても1年間の間で半年以上の滞在をすることはできません。永住権の、ルールによってで例えば違う国ですとそういった滞在の制限がない永住権もあるみたいなんですけど、オランダの場合は滞在制限があります。でこのルールがあることであえて永住権を取得されない方もいらっしゃるようなので、既に長期滞在を検討されている方は事前に確認をしてみてください。 IND のサイトでどれぐらい滞在が制限されているかなども紹介されています。永住権の特徴4つ目は申請に関してなのですが、都内で全て完結するということです。私自身永住権の申請をオンラインで行ったんですけど、最初から支払い最後までをオンラインで完結することができます。途中で書類をダウンロードして記入してもらって再度スキャンっていう作業はあるんですけど、それでも郵送などは必要なく最後までオンラインで終わることができました。サイト内では郵送もできますっていうのが書かれているので、必要によっては郵送もしていただけます。永住権の特徴最後5つ目が取得が決まってからのことなんですけど、必要に応じて写真や指紋を提出する必要があります。で私の場合永住権を申請した後に取得が決まった時メールで IND に来てくださいっていう連絡が来ました。そこはデンハーグの IND だったのですが、私自身が片道2時間かかるので写真を添付していいですかという問い合わせもしましたけれど、そういった添付が一切不可ということだったのでデンハーグに行く必要がありました。結果としては自粛の中だったので、また突然写真は必要なくなりました、 ID を受け取りに来てくださいという連絡が来ました。私は郊外に住んでいるので出張所に ID を受け取りに行けたんですけど、必要によってその指紋を普段ですと提出しなきゃいけないっていうところで、これはしょうがないんですけどコストがかかってしまうなと思いました。今回は写真は前のビザのまま言われたのでそのままです。ここまでは
永住権の特徴を5つ紹介しました。ここで振り返りたいと思います。オランダで申請する永住権の特徴1は、永住権の種類、 EU 永住権なのか国内永住権なのかは申請時には選べません。特徴2、永住権は5年に1度更新が必要です。特徴3、権を取得した後に、他国への滞在制限がかかります。他のビザだったとしてもルールによっては滞在制限があります。特徴4、申請はオンラインで全て完結することができます。特徴5、永住権を受け取るという時に必要に応じて写真や指紋の提出で IND に行く必要があります。今日の動画では私が EU 永住権を取得した経験からオランダで申請する永住権の特徴を5つ紹介しました。私のチャンネルではオランダ生活のことやオランダ語のこと、私の経験などを紹介しています。今日の動画やチャンネルがいいなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。